というわけで山の中心のまったり鳥県ですが、大好き都合の長岡まみ長岡みたいなのんちゃんヤンクでおなじみ長岡まみさんをお招きしてお送りしてます、うん、大好き都合の兄弟役についてこう話して、まあね、昔の話をしてもらってるんですけど、いよいよちょっと慎吾役の山内秀一さんについての話をしていただこうかなと、はいはい、山内さんはどんな人でした？ちょっと今あのもう一人ゲスト呼んでくれ、喋っといてください、マジで。山内さん、いいこと言っといて、言っといて。山内さんは、はいはい、あ、どうも、お邪魔します。今ね、長岡さんが山内さんについて喋ってる。ああ、ゲスト来ちゃったよ。途中なの？いいよ、混じって。ね、山内さんについて喋って。山内さんをすごいお荷物の人が。お邪魔します。途中からゲスト来たけど、強し役の人が来ちゃったよ。ごめん。なんだよ。かわいいね、たぶんその帽子。山内さんの話しろよ。山内さんの話。なんだろうな。あるだろう、いろいろ。山内さんのいい話、もうつまんでる。たこ焼き。なんか、もう出た、たかちゃん。あいつ。かわいいね、たぶん。いいよ、山内さんの話しろよ。俺いつもかわいいよ。手洗っていい？いいよ。あっちでもいいよ。あっちで、はい。二人とも目ないわけ。たくや&つよし。大人っ子だ。ここかな。ああ、ね、ここ一番手前。これここ。あ、もう一個こっち。あ、その横。あ、これか。そうそうそう。図らずともこれが長岡さんの家で撮ってることがバレましたね。今まで隠しておる。山内ちゃんはなんかずっとさ、どん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 さ、うん、友達っぽくなった気がする。最初は？最初はあんま覚えてないんだよ。は？どんなだったっけ？どんなだった私と。だってさ、あんまりさ、2人だけのさ、いるときなかったじゃん。そうないよ。おトイレの借りていい？いいよ。ここ？うん。全部言ってる。え？だんだん友達っぽくなった？そうそう。なんかでも私さ、思い出した、なんかさ、2年目ぐらいのときにさ、うん、山内さんがさ、冗談でさ、私にさ、お前みたいな。うん、でさ、口が悪いこと言うの、私に言うよ。でさ、私本当にさ、悲しくなっちゃってさ、うんうん、タクにさ、夜電話して、うん、なんで山内さんがうるさいって。山内さんがひどいこと言うみたいな。俺はひどいこと言うよ、ずっとひどいこと言い続けてるじゃん、この15年。なんかもうさ、冗談だって分かってたけどさ、悲しくなっちゃってさ、でさ、タクに電話したらさ、たぶん剛がいたの、タクの。これです。でさ、タクはさ、よしよしみたいな感じでさ、剛、うん、はさ、あいつ許さねえ。大変なる？来て来て、どうしよう。何で？でさ、その次の日撮影行ってさ、美穂と二人でさ、美穂にさ、あのなんか計らずも私泣いちゃったんだよね、みたいな。山内さんが意地悪でみたいな。美穂一番冷めててさ、別に泣くことじゃなくないそう、いや、そこ守らんかい、笹岡さん。そこ守らんかいっていう、すごい覚えてる。あで別に、そう、嫌い、あの、仲は悪くないよ。悪いじゃん。いや、悪くないよ。でもなんかこうさ、若気の痛みなんか。いや、痛ってんの俺じゃん、そんな文脈的に。そう、なんか若い女で。なんでこのカメラ回ってそういう話すんだよ。いや、覚えてる。特にさ、電話したの覚えてる。何？山内さんが意地悪するってあったあったんかい。今の事実じゃん。タクが優しくしてくれてさ、あいつだから薄っぺらいんだって、柳さん。マル君が怒ってる。後ろにお母さんいたからね。マミが泣いてるから。後ろお母さんいたからさ。あんたんとかもおかん結構合ってるぞ俺。マミが家庭から帰ってきたら泣き始めた。俺仲裁入ってるからさ、いや、山内もですね、あれはコミュニケーションの一つだったんですけど、みたいな。で、マルクいてくれたんだよ。ん？マルクもいたんだっけ？そうそう、多分。覚えてる。優しいじゃん。そう、覚えてる。マルクをすごい怒ってくる。じゃあ、3人お兄ちゃん選手権だったら誰が最下位なんだよ。だから、100決めたじゃん。お前、だから、なんだお前ら。お前だよじゃねえよ、マジで。お前さっき刺身おごったろ？ふざけんなよ。食べてないじゃん。あ、うざ。食べてないからおごってないみたいな。ほんとうざいわ、長岡まみ。あ、そう。そう、それはすごい覚えてる。座ってもいい？全然全然。こっち座りない。で、マル君がそうそう、怒ってくれたの。知らない、覚えてないな。あいつ、言っとくわ、みたいな。言ってこなかった。だからちょうどいいバランス言ってくれた。そうそう、
私も別にさ、あの敵だと思ってるわけじゃないですか。ね、俺のことは今さら遅いわ。絶好だわ。なんで敵じゃん。敵じゃない。仲直りしよう。やだ。仲直り動画じゃないのこれ。仲直り動画じゃない。仲直りしときな。うるさいよ。オレンジの、オレンジの帽子かぶって。仲直りしろよ。仲直りしときな。いやな。グーパンだろ。さっきこれで痛いことされちゃった。痛いしな。だから怖い。ヒートしちゃって。だから怖い。分かったよ。外すよ、指輪。また。何またなんて。分かんない。これ本当に撮ってんの？このクオリティで。撮ってんだよ。そんなのアップできるクオリティじゃないよ。いいじゃん。じゃあ仲直りね。またなって言うから、またなって言えよ。またな。またな。覚えとく。終わんの？いいよ、やめてくれ。やめてくれ、本当に。もう、あいつ俺、お前の YouTube には出たくないんだよ。確かに。